X-Men ァーストジェネレーションは、マーベルコミックのヒーローチーム、X-Men をベースとした、2011年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画である。監督は、マシュー・ボーンが務め、ジェームズ・マカボイ、マイケル・ファスベンダー、ローズ・バーン、ジェニファー・ローレンス、ケビン・ベーイコンらが出演する。X-Men フランチャイズでは、ウルバリン、x m e n ロに続く5作目で、 新シリーズの一作目である。公開時には、フランチャイズのリブートを意図しており、ウルバリン、X ・メン・ゼロの出来事と矛盾していた。しかし、後続の映画、X ・メン、フューチャーパストでは、ファーストジェネレーションは、X ・メンの前日端として、再構成されている。1944年、ナチスドイツ占領下のポーランドの強制収容所で、 科学者のシュミット博士は、両親と引き離された、ユダヤ人の少年、エリック・レーンシャーが鉄門をねじ曲げるのを目撃する。シュミットは、エリックの能力を引き出すために母親をわざと彼の目の前で殺害し、エリックは怒りと痛み、そして深い悲しみによってより強い能力に目覚めた。同じ頃、ニューヨーク州ウエストチェスター軍で、とある裕福な家庭に育つ少年チャールズ・エグゼビアは、 彼の暮らす屋敷に偶然忍び込んだ異質な青い肌と変身能力を持つ少女レイヴンダークホルムと遭遇する。チャールズは自分と同じ存在に出会えたことに喜び、彼女を家族として迎え入れた。18年後の1962年、成人したエリックはシュミットに復讐するため元ナチスの人間を次々と襲撃し、シュミットの消息を追い続けていた。 一方、チャールズはイギリスで、霊文と共に暮らし、オックスフォード大学で突然変異、ミュータントに関する研究をしていた。その頃、ラスベガスでは、CIA エージェントのモイラ・マクダガートが、米軍大佐のヘンドリーを追跡し、セバスチャン・ショーを中心とする異質な力を使う集団、ヘルファイア・クラブの暗躍を突き止める。モイラは、ミュータントの専門家に意見を求めるため、イギリスへと渡り、 チャールズに接触する。モイラの記憶を読んだチャールズは、危険なミュータンとの集団の存在を知り、彼女への協力を約束した。チャールズたちは、CIA 本部に行き、ヘルファイアクラブの持つ力の危険性を説明し、協力を申し出るが、長官をはじめ幹部はそれを信じようとしない。仕方なく、チャールズたちは彼らの目の前で自分の能力を発動させたが、 その異質な能力を目の当たりにしても、長官らは、チャールズたちの協力を拒否しようとした。しかし、一人の黒服の CIA 幹部が支援者として名乗りを上げる。そして、チャールズは CIA の極秘研究施設、デビジョン X に迎えられた。そこにはミュータントであることを隠している、若い科学者、ハンク・マッコイが所属していた。そして、 チャールズが CIA と共にヘルファイアクラブの逮捕のために彼らのクルーザーを追った夜時を同じくしてショーと名を変えたシュミットの居場所を突き止めたエリックもクルーザーを襲撃しついに若き二人のミュータントが運命の出会いを果たすチャールズはショーの野望を食い止めるためにハンクが作ったテレパシー増幅装置セレブルを使って各地のミュータントを探索し 仲間になるよう個別に説得を始める。彼とエリックは、ストリッパーのエンジェル・サルバドーレ、タクシードライバーのアーマンド、ムニョス、刑務所に収容されていたアレックス・サマーズ、そしてショーン・キャシリの勧誘に成功した。しかし、チャールズとエリックが、ソ連の将軍宅を訪れたエマを捕らえている暇に、アザゼル、リップタイとショーの3名は、ディビジョン X を襲撃して若いミュータントたちを、 ヘルファイアクラブに勧誘する。エンジェルはヘルファイアクラブへと寝返り、そしてダーウィンはショーに殺されてしまった。ショー打倒のため残ったミュータントたちはチャールズの自宅で能力をコントロールし使いこなすための特訓を開始する。またハンクは防護ユニフォームとステルスジェット機の開発を進めた。一方モスクワではショーが核ミサイルをキューバに運ぶようソ連の将軍を 脅迫していたやがて、キューバ危機を迎えると、ジョン・ F ・ケネディ大統領は、ソ連の貨物船が、核弾頭ミサイルをキューバに移すのを防ぐために、封鎖網を敷いた。チャールズのテレパシーを防ぐヘルメットをかぶった章は、ミサイルの移動を確実なものにするために、ソ連の船体に同伴する。彼の目的は、第三次世界大戦を引き起こし、それをきっかけに、 ミュータントが支配する世界を築くことだった。他に、テイラー・ロートナーの出演が企画されていたが、実現しなかった。X ・メン、ファイナル・ディシジョンの公開前である2006年4月、脚本家のザック・ペンがスピンオフを監督するために雇われていたことが明らかとなった。2007年、ペンは、若い X ・メンを描いたスピンオフのアイデアがあることを説明した。ペンは、 コミックシリーズ、X、Men、First c l と考えを比較し、そしてジョッシュ・シュワルツが2008年5月には脚本を書いていた。シュワルツが X、Men、First c l を監督する可能性もあったが、しかし、ホックスガーは2009年10月に X、Men と X、Men2 の監督のブライアン・シンガーに接近した。元々の考えでは、X、Men o r i マグニートーが成功した場合に映画化許可が下りる予定だったが、結局シンガーはマグニートーのスピンオフの要素を加え、ジェイミー・モスによる新しいスクリプトに合併された。モスに加え、アシュリー・ミラーとザック・ステンツがリライトのために雇われた。ミラーはシンガーが監督した2作品と比較した。2010年3月にシンガーはジャック・ザ・ジャイアント・キラーの映画化作品である。 ジャックと天空の巨人のために監督を降板し、制作者に泊まることが決まった。2010年5月にマシュー・ボーンがシンガーの公認に決まった。同時にフォックスは2011年6月3日に公開すると発表し、リライトのためにジェーン・ゴールドマンが雇われた。ボーンは2009年のスター・トレックに習い、新鮮で若いキャストを使った新シリーズを目指した。 ミュータントたちが心理的世界で戦う際に部屋の中をスピンするシーンが脚本にあったが2010年7月にインセプションが公開されるとそれは削除された。1960年代の X メンの設定はジェームズ・ボンド映画の影響を受け、またキャラクターは国際感を増している。主要撮影は2010年8月31日に オックスフォードで始まり、オックスフォード大学でも行われた。撮影は後にファインウッドスタジオに移り、10月にはジョージア州ジキル島などで行われ、さらにその後はノースカロライナ州、ルイジアナ州、ウェストミシガンも検討された。プロデューサーが Google グ Earth グで位置を見直した際、ジキル島付近の海がタイビー島より青く感じたため、ジキル島が選ばれた。また、 ロシアで追加撮影が行われた。イングランドのボーイバンドテイクザットが本作の公式曲ラブラブを提供しエンドクレジットで使われている。2011年5月11日にデジタルダウンロード発売され、その後 EP プログレスドに収録された。またミュージックビデオには映画の映像が使用されている。なおスコア版に同曲は収録されていない。 国米では3641巻で封切られ、公開初週末に5510万1604ドルを稼いだ。2011年6月19日時点で、ロッテントマトズでは219のレビュー中87%が支持してフレッシュとなっており、平均点は10点満点で7.4点を獲得した。また、メタクレティックでは、 37のレビューで100点満点中65点となっている。フォックスガーは本作を新三部作の一作目とする構想である。プロデューサーであるドナーは映画ハリー・ポッターシリーズより暗く、より熟したフランチャイズ計画を考えている。マシュー・ボーン監督は続編について、ファーストジェネレーションはバットマン・ビギンズに近くキャラクターを紹介し、それを知る楽しみがあるが、 それには時間がかかる。しかし、二作目はすぐに入り込んで、めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせる。それが、ビギンズとダークナイトの間の主な違いだ。と語った。また、ボーンは続編で、車椅子に乗ったエグゼビアの代わりに、マグニートーと直接戦う新たなキャラクターが一人登場するだろうと語った。ありがとうございます。